宇佐美隆は、京都府長岡教師出身のプロサッカー選手。J1 リーグガンバ大阪所属。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード、元日本代表。妻は、タレントの宇佐美ラン。京都府長岡教師出身。両親揃ってのガンバ大阪サポーターである家庭に、男3人兄弟の末っ子として生まれ、上2人の兄がサッカーをしていたことに影響され、1歳半の、 頃から自然とボールに触れ始め、3歳ぐらいになると一人で公園に行きボールを蹴っていたという5歳になった19年。1997年地元の長岡京サッカースポーツ少年団に入団すると、小1の時に小4。小児の時には小5のチームに飛び級し、小4から卒業するまで毎年200点前後、合計600点以上の得点を挙げた。地元では？ 小学生レベルの天才少年として知れ渡っていた。2005年、長岡京 SS からガンバ大阪ジュニアユースに加入。同年6月、韓国で開催され、U-13 日本ユース選抜として出場した MBC 国際ユース大会決勝戦では、5人、抜きドリブルを披露するなど、高木義郎の2得点を演出する圧巻の活躍を見せた。 2006年の高窓の宮杯第18回、全日本ユース選手権では、大会得点王となる10得点を挙げる活躍で、G 大阪 JY の高窓の宮杯ユース選手権、初優勝に貢献。JY の同期には、大森光太郎や正治元羅がいる。2007年、中学3年時でガンバ大阪ユースに、飛び級で昇格すると、唯一の中学3年生ながら、レギュラーに定着し、 同年の第31回日本クラブユースサッカー選手権優勝に貢献。2008年の高校1年時には背番号10を背負い、同年12月の第16回 J ユースカップ決勝セレッソ大阪 U-18 戦では2点ビハインドの状況から PK を獲得し、逆転後には4点目のダメ押しミドルシュートを決めるなど2得点に絡む活躍で、 G 大阪ユースの6年ぶり4度目の J ユースカップ優勝に貢献するなど、数多くの活躍を見せたことから、G 大阪株組織の史上最高傑作と称された。この時点で、シュート、パスといったアタッキング能力全般に定評があった。2009年、ガンバ大阪のトップチームに、クラブ史上初となる高校2年次での飛び級で昇格。5月20日、 ACL グループリーグ第6節 FC ソウル戦にて、先発メンバーに名を連ね、稲本淳一が1997年に記録した17歳171日の、G 大阪市場最年少デビュー記録を更新する17歳14日での公式戦初出場を果たし、後半19分に公式戦初得点も記録した。5月24日、J1 第13節、鹿島戦で、 J リーグ初出場を果たす。しかし、その後は、調子が振るわず、シーズン通して、控えメンバーにすら、ほとんど入ることができず、リーグ戦の出場も初出場の鹿島戦以降は、J1 第16節、名古屋戦、第17節、清水戦のみとなり、2009年の公式戦出場は、わずか4試合に止まった。2010年、開幕当初は、 前年同様なかなか出場機会を得られなかったが、主力選手に怪我人が続出したことで、4月10日の J1 第6節、大宮戦でこの年初めてスタメンで起用される。J1 第8節 FC 東京戦でリーグ戦初得点を挙げ、ACL グループリーグ第5節、スイバラサムスン戦では、ロスタイムに決勝点を挙げチームの逆転勝利に貢献。 シーズン中盤から高校3年生ながら、遠藤康人、二川隆弘、橋本秀夫、明神友和らの代表経験者で構成された、G 大阪の黄金の中盤に割って入り、主に左サイドハーフ、または二トップの一角として起用され、2004年に森本隆行が記録した、高校生 J リーガーのシーズン最多得点を更新する7得点を挙げる活躍を見せ、G 大阪では、 初となる J リーグベストヤングプレイヤー賞を受賞し、g 大阪の公式応援番組、ガンバ TV 青と黒の年末特別企画、ガンバ TV アウォーズでは、選手とサポーターが選ぶシーズン MVP に選出された。なお、2010年の J1 リーグで放ったシュート数は日本人選手トップを記録した。2011年、背番号をかつて、 松並正信や張戸隆二がつけていた11に変更。ポジションは左 MF やトップ下などの中盤を担当することになった。しかし、中盤でのゲームメイクに徹するあまり、本来の持ち味である突破力や決定力を発揮できず、開幕から公式戦8試合連続無得点が続き、スタメンを外されることもあったが、日本代表のアルベルト・ザッケローニ監督が視察に、 訪れた5月15日の J1 第11節、福岡戦で2011年のリーグ戦初得点を挙げ、代表入りへアピールした。6月27日、ドイツブンデスリーガの名門バイエルミュンヘンへの完全移籍のオプション付きとなる1年間の期限付き移籍が決定した。7月13日、移籍前のラストゲームとなった J1 第4節神戸戦では、 優秀の美を飾る一得点一アシストの活躍を見せた。2011年7月18日、現地ミューン編で加入会見が行われた。背番号は14。8月13日、リーグ戦第2節 VFL ボルフスブルク戦でブンデスリーガ初出場を果たした。10月26日、ボルフスブルク戦以来の公式戦出場となった。 DFB ポカール2回戦の FC インゴルシュタットレイ4戦で遺跡後初得点を決め、12月7日の UEFA チャンピオンズリーググループリーグ最終戦、マンチェスターシティ戦では日本人最年少となる CL 初出場を果たした。2012年4月21日、第32節ブレーメン戦では遺跡後初のスタメンフル出場を果たした。 5月19日、CL 決勝チェルシー戦では、日本人初の CL 決勝ベンチ入りするも、出場機会は訪れず、チームも PK 戦の末敗れた。最終的に2011から12シーズンの公式戦出場は、わずか5試合に止まり、バイエルンのハイレベルなポジション争いに割って入ることは、できなかった。また、バイエルンが完全移籍のオプションを行使しなかったため、 一シーズン限りでの対談が決定した。2012年5月23日、ブンデスリーガ TSG1899、ホッフェンハイムへの完全移籍のオプション付きとなる1年間の期限付き移籍が発表された。9月16日、移籍後初先発となったリング戦、第3節 SC、フライブルク戦でブンデスリーガ初得点を決めた。クラブでは、シーズン当初こそ、 レギュラーとして起用されたが、クラブは極度の成績不振で、監督交代が相次ぎ、シーズン終盤は出番が減少していった。2013年4月24日、2012から13、シーズン限りでホッフェンハイムを退団することが発表された。2013年6月18日より、古巣の g 大阪に復帰が決定。 復帰初戦となった7月20日の J2 第25節、神戸戦で、いきなり2得点を挙げる活躍で、首位攻防戦の勝利に貢献。以後同じくこの年に加入した、ブラジル人 FW ロチャとにトップを組みゴールを量産し、8月には5試合5得点の活躍を見せ、月間 MVP を受賞した。遠藤康人と2トップを組んだシーズン終盤も、ペースを落とすことなく、得点を重ね、 J2 第38節、徳島戦では、プロ入り初の4得点のハットトリックを達成。J2 優勝に王手をかけた第41節、山形戦でも2得点の活躍を見せるなど、11月は4試合4得点を、上げ2度目の月間 MVP を受賞。最終的にリーグ全42試合の半分以下の18試合で、試合数を上回る19得点を記録。 途中加入ながら得点ランク2位につける得点力を発揮し、g 大阪の J に優勝と1年で J1 復帰に貢献した。2014年、ポジション登録を FW に変更。開幕前の2月中旬、練習中に左足を負傷し、左飛骨筋剣学級の全治8週間と診断されプロ入り初の長期離脱となり、シーズン前半戦の欠場を余儀なくされた。 4月26日の J1 第9節、川崎戦で復帰し、初先発となった J1 第12節、徳島戦で復帰後初得点を決めた。自身が離脱中、チームは一時期降格圏内に沈むほど低迷していたが、2014FIFA ワールドカップによる中断明け以降は、新加入のブラジルジュニ、F、W、パトリックとの2トップで、コンスタントに得点を重ね、 後半戦躍進の中心的存在となり9月には月間 MVP を受賞。ナビスコカップでは決勝までの6試合でチームサイトの5得点を決め G 大阪では安田理大以来となるナビスコカップニューヒーロー賞を受賞。決勝の広島戦ではパトリックの同点ゴールをアシストし G 大阪の7年ぶり、自身にとっては初の優勝に貢献した。10月以降、 好調なチームとは、対照的に相手からの徹底マークにあったことで、公式戦8試合連続無得点と不振に陥ったが、シーズン終盤は副調子天皇杯準決勝、清水戦、第33節、神戸戦では、それぞれに得点を挙げ、天皇杯決勝山形戦では2ゴール1アシストと、全得点に絡む活躍を見せた。 最終的に2014年の公式戦全得点は21点を記録。これは J1 全体でトップの数字であり、天皇杯では永井健介と並び大会得点王となった。さらに J リーグベストイレブンを初受賞するなど、G 大阪のリーグ優勝さらには国内3冠の立役者となる一年であった。2015年国内でのシーズン開幕戦。 ゼロックススーパーカップでは決勝ゴールを決めガンバの8年ぶりとなるスーパーカップ制覇に貢献したリーグ戦は開幕戦から好調をキープして得点を重ね第3節甲府戦から第8節の松本戦にかけてクラブ対記録となる6試合連続ゴールを決め4月の月間 MVP を受賞した六月十七日のファーストステージ最終節山形戦では 後半5分から12分間でハットトリックを達成し、これが自身にとって J1 初のハットトリックとなった。ファーストステージは17試合13得点で得点ランキングのトップに立ったが、後半戦は日本代表との掛け持ちで大きくコンディションを落としたことで、セカンドステージ17試合6得点と得点ペースが激減。リーグ戦。 1> 計1 9得点は J1 での自己最多記録となったが、目標としていた20得点には届かず、得点王を逃し、CS でも3試合無得点と結果を出せなかった。集団明けの天皇杯準々決勝、突戦では公式戦、約3ヶ月ぶりとなる得点を含む2得点の活躍で万博記念競技場最後の試合を勝利で飾った。続く、 準決勝では CS で敗れた広島から2得点を上げる活躍でリーグでの雪辱を果たした。2015年の公式戦出場数は J1 全選手中最多の66試合に上った。2016年6月25日、アウクスブルク遺跡前の最後の試合となった J1 ファースト第17節、名古屋戦終了後に遺跡セレモニーが行われた。2016年、 アウクスブルク時代2016年6月20日、ブンデスリーガ FC アウクスブルクへの完全移籍が発表された。4年契約で移籍金は推定2億円。8月27日、開幕戦の VFL ボルフスブルク戦で途中出場し、移籍後初出場を果たした。12月15日、第15節ボルシアメンヒエングラートバッハ戦で移籍後初先発を果たした。 2017年2月17日、第21節バイエル・レバー空前戦で初のフル出場を果たした。移籍1年目となった2016から17シーズンは、思うような活躍ができず11試合無得点で終え、地元市から期待を下回ったと評された。2017年8月30日にドイツ2部のフォルトゥナ・デュッセルドルフへ期限付き移籍することが発表された。 9月10日に行われた第5節の1、FC ウニオンベルリン戦に途中出場し、移籍後初ゴールを挙げた。前半戦は毎シーズンでの試合間不足から、コンディション不良になり、調子が上がらなかったが、後半戦になると調子を上げ、2018年3月11日、第26節の MSV デュースブルク戦で4試合連続得点を決めて、勝利に貢献。 5月13日の第34節優勝がかかった首位イイチ f c ニュルンベルク戦との直接対決では2点ビハインドの状況からヘディングでシーズン8得点目となるゴールを決めチームの逆転勝利を呼び込み2部優勝1部昇格に貢献したシーズン終了後は一度アウクスブルク所属に戻ったものの 8月4日にアウクスブルクと2021年までの契約延長とデュッセルドルフへ再び期限付き移籍することが発表された。11月10日、第10節ヘルタベルリン戦で今季初得点を決めた。2019年6月24日、完全移籍で3年ぶりにガンバ大阪へ復帰することが発表された。ドイツでの再挑戦について、 二度目もダメだったというのが、すがすがしいぐらい、自分の中であると遺跡会見で述べた。背番号は、プロ一年目と同様の33番となった。J リーグ復帰初戦となった、J1 第20節、名古屋戦で1点ビハインドの状況から、試合終了間際に、同点弾となるゴールを記録すると、第30節、湘南戦から第32節、 仙台戦にかけて3試合連続ゴールを記録するなど、14試合の出場で7得点をマークしチームの残留に貢献した。各年代の日本代表チームにおいて、常にその世代の中心選手として、2007年の豊田国際ユースサッカー大会や2009年のコパーチーバスなど数多くの大会で得点王や最優秀選手を獲得した。この世代には宇佐美をはじめ、 宮吉匠、高木義郎、宮志助、柴崎学といった逸材が揃っていることから、プラチナ世代と称されている。2009年11月に U-17 日本代表として出場した FIFAU-17 ワールドカップでは、3試合で無得点と結果を出すことができず、日本代表もグループリーグ3連敗のグループ再開で敗退した。2010年10月に、 U-19 日本代表として出場した AFCU-19 選手権ではグループリーグ第2戦のベトナム戦でハットトリックを達成する活躍を見せるも日本代表は準々決勝で敗退。また AFC アジアカップ2011の予備登録メンバーにも選出された。2011年6月のキリンカップに出場する日本代表に初選出された。キリンカップで フル代表初出場とはならなかったが、本人は初めての代表合宿で大きな経験を得られたと語っている。2012年8月 U-23 日本代表として出場したロンドンオリンピックでは4試合に出場するも無得点に終わり、チームもあと一歩でメダル獲得を逃した。11月1年半ぶりにフル代表に選出されるも出場機会はなかった。 2015年3月19日、バヒド・ハリル・ホジッチ新体制となったサッカー日本代表メンバーに約2年半ぶりに選出される。3月27日のキリンチャレンジカップチュニジア戦で初招集から約4年越しで代表デビューを果たし、3月31日のウズベキスタン代表戦で見事なドリブル突破から代表初ゴールを決めた。6月11日、イラク代表戦では、 代表初先発を飾った。2018年6月、ロシアワールドカップのメンバーに選出され、第2節のセネガル戦で、左 MF として、途中出場から W 配発出場を果たした。第3戦のポーランド戦では、スタメンとして、左 MF で出場した。その他の公式戦、ありがとうございます。